はい、おはようございます。寒いです。なんでお前そんな薄着で、ちょっとこれ暖かいですよ、意外と。これいや映んないけどさ、意外と暖かい。真っ暗だから映んないけどさ、お前なんでそんな薄着なの。寝起きだから。だってちなみには多分氷点下なんですよ。さっきさ、まあ我々の本拠地からさ、はい、この出雲までさ、はい、行くのに道路にあれがあったじゃないですか、温度計マイナス2度。マイナス2度とか3度とかさ、まあ2月だから全然ありえる話なんですけど。というわけで大江さん1年ぶりですかね。そんなになる。いやだってまあロケというか、まあ、ロケ2人でロケすんの国鉄職以来じゃないですか。そうか、だから1年ぶりっすよね。え、あの時はお祭り騒ぎになりましたけど。というわけで、まあ前回よりも早いんですけど。早いです。だいぶ早いです。だいぶ早い、ま、だ5時になってない。だって2本早いんだよ。そうですよ、まだ5時になってない。国鉄色8号じゃん。そうな、今回4号だよ。もう舐めてんのかって感じだよな。そらね、JR で行けねえよ。いや、おかしいのが、うん、2号で5時27分なんですよ。そうだね、2号じゃない、4号で4号で5時27分。そう、1号確か4時40分だからね。2号か。というわけで、今日は、スーパーヤクモ17年ぶりかな、多分。この色が17年ぶりに復活ということで。そうです、僕小学生です。俺でもこのイメージが強いけどね、ヤクモといえば。17年ぶりに乗りたいと思います。というわけで、ようこそ出雲へと。ここかな、入り口。なんか特に騒いでる様子はないね。まあないわな。あ、コンビニまだ開いてない。6時からだよ。あ、死んだ。我々朝飯食ってない。あ、出ました、出ました、ヤクモ4号。我々特急券持ってるんですけど、まだ乗車券持ってないんでね。ヤクモ4号5時27分ですよ。はい、これに乗りたいと思います。すげえな。いい旅だ。誰？いや、それ本当だ。いい日旅立ちキャンペーンだ。あとディスカバージャパン2ですよ。米子鉄道管理局。あ、そうそう、米鉄。あ、本物？これ本物なの？本物でしょ。レプリカじゃないでしょ。よくこんな残ってた。すごいな。俺さ、今ここで発表するけどさ、うん、今こう歌あんじゃん、うん、あのさ、山陰鉄道唱歌ってさ、ここで終わってんの知ってる？あ、そうなんですか。出雲で終わってんの。へー、あれ続き作りたいんだよ、うんうんうん、とあと現代版作りたいんだよ、うんうん、あれ音楽的な権利はとっくに切れてるじゃん。だから何やってもいいじゃん。いや、歌詞だけ書いてもらえば。そうだね、音源は作るんだ。ああ。いや、というわけで、じゃあ乗車券買いましょうか。買いましょう。なんでお前そのマルスにこだわる。マルス券の方がなんかいいじゃないですか。これでいいよ、乗車券。で、乗車券のみ。ちなみに、米子行きでいいよね。米子でいいですね。これでいいよ。普通で、米子。そうな。五。それで OK です。で、JWS でまた来るよ。めっちゃ光ってる。問い合わせ中です。しばらくお待ちください。ここはさすがに切る。ここは切っていいと思う。いいと思います。
すがに回さない。あ、ここつこ。カードや切符の取り忘れにご注意ください。領収書をご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発券しています。カードや切符の取り忘れにご注意ください。カードを切符をお受け取りください。ありがとうございます。はい、というわけで、いや緊張するな。緊張してるか、してないな。今のサムネだな。あ、違うな。違うな。あ、先生、乗車券ください。シーセー。まあさすがにちょっと早すぎる時間が、うん、いや、国鉄色の時はどんどこどんどこやったじゃないですか、はい、やってましたね、どんどこどんどこ。なんか神戸川太鼓だったかな、なんか太鼓やってました。今回はね、もう5時台なんでね、今回5時27分で、というわけで約1年ぶりにどこにやってまいりました、ね、出雲の地へ、はい、あなた何人かもういらっしゃいますね。いらっしゃいますね。写真撮るんだったら向こうで、まあ、写真撮るのは向こうだよ。だけど我々乗るからしょうがない、まあ、一回向こうで写真撮ってからこっち来る。そうだね、入ってくるんだ、こっちで撮ったの。いや、向こうがいいですよ。違うんです。なんでですか。なんでですか。まあいいや、一回止めよう。いやー、しかし見てください、こっち真っ暗ですよ。夜ですよ。映ってます。映ってるんだっけ。めっちゃ綺麗。まだ夜てか、この夜のまんま行くけど。もう終始夜。でもちょっとあれだよね、この暗さだとちょっと撮れないよね。いや、大丈夫ですよ。撮れるか。あの、ホームとかなら全然映る。あ、まあね。そうするともうちょっとこっちがいいのか。なんか我々撮影場所ないもん。あー、どうぞ。サインゲーム。あー、どうぞ。飲むんすか。あのさ、はい、結構この車両のイメージが強い人って多分多いじゃないですか。紫。はい。だからそう考えるとさ、我々は感慨深いよね。そうですね。多分あの一般の鉄道ファン、一般鉄道ファンというか、うん、全国的な訴求はちょっと怪しいよね。あ、そうだよね、確かに。地元民は意外と紫イメージ強い。いや、だって俺の役場のイメージやっぱこれだもん。うん。これはよく乗ってた。なんか1回だけ乗ったことありますね、多分。あ、本当。ほぼ記憶ないですけど。若いもんな。25ですね。なく、紫がなくなったのが小学生ぐらい。あ、そうだね。多分9歳の。9、10、11、まあそれぐらいですね。あ、まあ小学校の時かな。紫なくなった時、俺が多分東京からこっちに帰ってないわ。帰ってない。2007年の俺帰ってた。うんうんうん。じゃあギリどうだろう。いや、2006年にはおそらく、まあ、もうスーパーヤクモはなくって、で色はまだ残ってたんです。いや、スーパーヤクモ自体は2004年かなんかになくなってるから。うん。だからもうあのカオスな時期ですよね。あの編成日とはっていう。とりあえずつなげとけっていう、そういう時代ですね。あるやつでつなげる。あの先頭車両何両あるんだよっていう編成の時。いや、すごい時代があったよね。本当に。まああれは多脚機にね、運行してましたね。寒い。ちょっとお前、いや、手が冷たい。顔映さないからさ、手が冷たい。お前この格好、お前マイナス1度でこの格好ねえだろ。手だけ冷たい。はい。
もうさ、俺これじゃんか、はい、しかも俺は約100キロあるからさ、それでもさそんな寒くないわけよ。お前違う、あ、お前もでもだいぶ来てるな。あったかいですよ。あったかいか。あったかいですよ、これで大雪しのいだんで。この間の大雪、この間の大雪、これで、あれもたくさん見ていただきました、ありがとう。乗車するとなるとなんか、うん、でもあれだね、乗車する人あんまいないのかな。いないと思いますよ。まあ、いないのかな。あ、どうだ、意外と全部乗るかもしれない。2番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色いエンジンロックまでお下がりください。というわけでスーパーヤクモが今ここに来たわけですね。すごいですね。いやー、やっぱ走ってる姿ってなかなか見ることはなかったんですけども、これパノラマカーもちゃんと、ね、このスーパーヤクモになってます。やっぱかっこいいな、この表記ですね。この LED の表記もちゃんとスーパーヤクモになってるんですね。いや、こういうところが、こういう細かいところまでちゃんとですねやってくれるところがいいですよね。いや、やっぱりこの色だわ。私1981年生まれなんで、どうもこの色なんですよね。イメージするヤクモの色っていうのが年代によって変わるわけじゃないですか。国鉄色の人もいればね、それからスーパーヤクモもいれば、ゆったりヤクモの人もいるわけじゃないですか。結構皆さんバラバラなんですよ。ディレクターなんか完全にゆったりヤクモなんですよ。スーパーヤクモ1回乗ったって言ったな。そしてこれですよ、この幕、これね、いつもちゃんとあるんですよね。だからこれもちゃんとスーパーヤクモとして運行しています。やっぱかっこいいよな。で、この右上のね、このちゃんと参拝地にスーパーヤクモって書いてあるところですね。こういうのもいいですよね。さあ、ここの表記はさすがにスーパーヤクモになってないですね。多分 LED ないと思うんですよね。 LED になった時はもうヤクモだって、ヤクモしかなかったんでね。ちょっと雨降ってんすよね。ちょっとこの辺りがちょっと残念かなって感じはしますけど。いやー、すごいね。ちょっと何がちょっと感動するって、ここから見えるさ、これ、ここが紫ってのはちょっと感動するよね。次は、新時です。5時30分
というわけですよ、このマークが素晴らしい。というわけで、まあ、我々はこの米子駅で、まあ、降りるわけですね。まあね、ちょっとそんな時間がないんですよ。なんでかというと今日仕事なんで我々。いやーすごいな、かっこいいですね。というわけでスーパーヤクモ食特急ヤクモ4号はこれから一路岡山へ向かいます。よいしょ。あの米子駅で改札出て出場したらこういうなんかパノラマのヤクモのハンコをしてくれるんですよ。しかもスーパーヤクモって書いてありますよ。マジで？ちゃんと。あ、本当だ。すごい。これいいね。これいいですね。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、それからいいねボタンお願いします。ではまた。最後に鳥取県に宿泊されるという方に朗報です。鳥取県に5000円以上宿泊される方、それからヤクモの、特急券お持ちの方ですね、こちらの方にですね、この今画像にあるこのスーパーヤクモの、ティッシュケース、ペーパークラフトですね、こちらをプレゼントします。それから星空舞もついてきます。鳥取倉吉米子の観光案内所で引き換えることができるんで、皆さんぜひ利用してください。